寒流図ンドよ寒流北太平洋寒流の流れ寒流は広域にわたって寒のように巡り流れることもしくはその流れ具体的には海流や大気の大きな循環系を指す寒流はこり折りの力によって引き起こされる海洋の主な寒流を挙げる熱帯循環は統合されにくく南北より東西に広がる傾向がある 亜熱帯循環の中心は高気圧帯で、濃りオりの力によりその高気圧帯の周りを北半球では時計回りに、南半球では半時計回りに循環している。中心の高気圧は寒流の北側で西へ、風が吹き、寒流の南側で東へ、貿易風が吹くことが原因である。これらの風の摩擦により寒流の中心に向かう、表面の流れが引き起こされ、 中心に盛り上がった海水が赤道方向の流れを作る。この流れはその後西岸境界流となり、極方向へと戻っていく。各循環で西岸境界流に相当するものはメキシコ湾流、黒潮、ブラジル海流、東オーストラリア海流、アガラス海流、アカンタイ循環は高緯度で形成される。表層の風や海水の循環は北半球では、 半時計回りで中心に低気圧計が存在する。表面の海流は一般的にその循環系の中心から外へ向かって流れる。これはエクマン輸送によるもので深海の栄養素に富んだ海水が優勝する。南半球における亜寒帯循環は南極寒流のみが優勢である。これは南極海を分断する陸地が少ないためである。他には ウェッテル海アカンタイ循環やロス海アカンタイ、循環といった時計周りの小さな循環が存在する。ハイネマン、b ザ、オープンユニバーシティ・オーシャン・サーキュレーション、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、ページ 98AB パワーポイント・プレゼンテーション、ハット・ニュー、バトル・オブ・ミッドウェイ、オーバー・プラスチック。BBC ニュース、2008年4月1日閲覧。 h t t p w w w m a r l d f o m p o g c s a s c i e n c e o s h シャンスラッシュ b e d f o r t b a s i n シュペーパー p a p e r s l o n g h u r s t h q q 8スラッシュプロ s h p r o v i n s e h g c p d a p r h t m h t w i n d d r i v e n s a n f a c e c a r e n t s j ありがとうございます。